このパンケーキ早速作ろうよ。先ほどの店はティオハリムの顔を描いていたな。いろいろと応用が効きそうだ。主となる食材も少なく、味の方も工夫できるのではないか。あ、じゃあみんなで作ろうよ、自分だけのパンケーキ。よし、任せておけ。アルフェンはダメ、辛くなるから。キサラもダメ、優勝間違いなしだもんね。優勝って競うのか。そう、私とシオンとティオハリムの真剣勝負だよ。あ、私は食べる専門よ。言い切った。私はどんな勝負でも受けるぞ。なら私が審査員を務めよう。材料集めなら任せてくれ。よし、それじゃあ勝負だ。俺は？さあさあ、パンケーキ界の覇者を決めるこの大会、いよいよ開幕です。司会をやり始めた。いかがですか、審査員のキサラさん。うん、非常に個性的な面々だ。どんなものが飛び出すか、とても楽しみだよ。期待が高まりますね。おっと、早速シオン選手の一皿が登場だ。持てる技術をつぎ込んで、見た目にもこだわったわ。ああ、アグレッシブ。シオンらしくていいじゃないか。では早速いただくぞ。これは中にパチパチ弾けるお菓子を入れてみたの。そうか、これはこれで新しい感覚だな。しかし、少し食べ応えがありすぎるというか、甘すぎるというか。ええ、できる限りの食材と砂糖を詰め込んだわ。これ一つで3日分の栄養は取れるはずよ。3日分だと。こいつはだいぶ審査員に響いてるぞ。悪い意味でな。さあ、お次は大将の出番だ。私が作ったのはこれだ。これはティオハリムパンケーキ。まさか自分で書くなんて。さあ、私の珠玉の一品、存分に味わうがよい。ではお言葉に甘えて。何のためらいもねえな。ティオハリム、中から変な汁が出てきたのですが。うん、世界中の珍味を集めて包み込んだ。そしてこの作品の最大の魅力は、パンケーキなしでもうまい。失格です。不覚。あっと、まさかの大将が失格だ。どうしよう、私普通のパンケーキ作っちゃった。二人とも悪が強すぎるよ。これじゃオチがつかない。リンウェル、お前の番だぞ。分かってるって、今仕上げをしてるとこ。フルーフルルって、その顔は。フル、いいの？わかったよ、私フルルのこと忘れないよ。てーやー。あ？お待たせ。はい、これ。お前、まさか。ああ、いや、なんでもねえ。ではキサラ審査員、実食を。うん、これを。周りは柔らかいが、中央がフルルの形に押されて適度な硬さになっている。ふわふわとみっしり、食感の対比が面白いな。甘めの生地にジャムの酸味も効いている。そしてなぜだろう、とてつもない意気込みと執念を感じる。これは文句なしの優勝だ。フル
優勝はリンウェルだ。リンウェル、パンケーキ界を制したな。味も見た目も完璧だと思ったのに、何がいけなかったのかしらって。あれ、キサラは？食べた分を消費しないとって走って行ったぞ。なんだか悪いことをしたわね。私、自分の食べたいものしか考えていなかったわ。大将のやつも思ったこと悪くねえな。この歯ごたえと甘じょっぱさが癖になるっつうか。だろ？だがリンウェルのパンケーキにはかなわないな。なあ、違いねえ。ぜひまた作っていただきたい。フルフルん？どうして逃げていったのだ？まあ今度はみんなの顔も描いてあげるよ。楽しみだな。描くでいいんだよな。さて、今日の料理当番は誰だ？ローだろ。しれっととぼけるなよ。ちっ、バレバレかよ。しゃあねえな。そんじゃちょっといいかしら。前に農場でパンケーキを作った時のこと覚えてる？ああ、なんか妙に盛り上がったっけな。もしかしてもう一回勝負したいとか？そうじゃないの。ただあれからずっと考えていたのよ。持てる技術は全部使ったし、手を抜いたつもりはなかった。なのにどうして負けたのか。か、そりゃ判定するキサラに大量の砂糖を食わせたからじゃん。とにかく私なりに考えた結果を一度みんなに確かめてもらいたいの。わかった、お前の挑戦受けて立とうではないか。え、そういう話なのかこれ。まあせっかくシオンがその気になってるんだ。別にいいよな、みんな。ありがとう。待ってて、早速作るから。お待たせ。さあどうぞ。待ちかねた。どれどれ。これはいくつもの異なる辛さが互いを殺さず、むしろ高め合っているだと。甘くてとろけそう。ほんわか気分で幸せ。がっつり俺好みの濃い味系、手が止まらねえ。素材の選択、風味を生かした絶妙な火加減、盛り付けのこだわり、何よりこの澄んだ上品な味わい、うまい！シオン、この料理すごいぞ。本当よかった。あれでもなんかこう感想バラバラじゃなかったか。そういえばみんな違う料理のこと言ってるみたいだったかも。あ、どれ。ちょい、アルフェンの味見。それぞれの好みに合わせて少しずつ変えてみたの。変えたって全員分をか。それものすごく手間かかっただろう。ええ、でもおかげでやっと気づくことができたの。料理で相手を喜ばせたい思いが強くなりすぎて、私肝心の相手のことが見えなくなっていたんだわ。はい、お水。死ぬかと思った。大事なのは喜ばせたい自分の気持ちではなく、相手が何を求めているか、そこに寄り添うことだったのに。その通りだ。よく気がついた。大事なのは愛情、相手を思いやる気持ち、それこそが最高の調味料なのだ。作る側、食べる側、どちらかだけでは成り立たないということか。なるほど、勉強になる。見事だシオン。もう私から教えることは何もない。ありがとう、ありがとうございます、キサラ教官。
なんで